ジノラボ、時刻は16時30分を回りました。音楽、アート、地域の情報を発信するコミュニティラジオジノンラボのお時間です。パーソナリティは直吉と、どうも皆さんのお耳の友達候補和樹です。直人です、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なおこの番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声をネット配信しておりますが、ちょっと今回は今回収録なので、そうだよ、ちょっとワンライブ配信なんですけど、はい、まあでもね、はい、録音して、ちょっとお届けできるのかな。はい、FM ギノワンのホームページから見ることができますので、また YouTube にもアーカイブがありますので、そちらの方もいいね、チェックしていただけたらと思います。はい、はい、お願いします。早速ですか、今日のテーマは枠紙アシャ特集第4弾ということで、第4弾ということでね、まずは改めて枠紙アシャっていう人物の紹介をさせていただきたいと思います。4弾を経て、はい、初めての人もいるからね。はい、うん、2020年9月にスタートした当番組のメインパーソナリティを務めていた枠紙アシャなんですが、先月30歳という若さで生まれながら全国へ旅立ちました。彼は本職に作家業をしておりまして、小説を3作世に発表しております。所蔵作に風の住む丘、2019年にブルーノートスケッチ、2020年に僕たちが自由を知るときは、3作ともボーダーインク社さんから出版しておりまして、県外の方はボーダーインクのホームページからご購入できます。ご興味のある方はぜひ手に取っていただけると幸いです。ちょっと枠紙アシャという方を、はい、ちょっと紹介させてもらったんですが、今回初参加で、このジノンラボ、枠紙アシャ君のいたジノンラボ、いろんなアシャ君の友達出て、こうみんな乗ってるんですけど、初参加で和樹君に来ていただいておりました。はい、ね、ずっともう一緒にちょっと枠紙君と、まあ、ラジオしたいなと思ってたんだけど、ね、ちょっといろいろ都合が合わなくて、結局生きてる間は一緒に、まあ、収録はできなかったんだけど、まあ、今回ね、こういう参加できるということで、ちょっといろいろね話をしていきたいかなと思います。新曲もちょっと今日、和樹くんセレクトで、やっていただいたんですけど、早速1曲目ちょっといきたいなと思うんですけれども、この曲は、ずっと結構、2人ともヒップホップが好きで、2人でねこの曲いいなってずっと聴いてたような、すごい思い出深い、曲なんで、ぜひちょっと聴いてみてもらいたいと思います。ブロン K で何一つ失わず。自分の大切なものに優先順位をつけるとしたら悩むっしょ。手が届きそうさ、しっしーと振られてた手が拍手な目に変わりそうな、かつ重ねた失敗、目を落としてみりゃそう夢見た滑稽ふわ、目の前にあったような今
してんのさ。Real じゃなくとも幸せで、あれ晴れ雨って愛しばしの別れ。ロンリーがある時は強く癖を持って考えてんのさ。コンプリシティ振り返りゃ消える、得て失ってきたものが今見える。 Baby thank you so much。 何一つ失わず全て手に入れたいと思うことはわがままかいよ。Thank you so much。 誰一人かけず、いい景色を見たいと思うことは綺麗事かいよ。 Baby ジョイン出してリラックスしてる、家族と暮らす本当、雑誌浴びて取り流してる、どこって近所ファミマのコーナー。なおね街で切磋琢磨、磨かれ光ダイヤ、それぞれのドラマ焼き回っちゃぶっつ通知ね言葉。ヘイターこもる妬みの殻、ロンリーボーイ直近版昔懐かしが全て飲み干しな。次の計画を聞いてんだ、今未来に乾杯してのさ。ビッグスティンドリームキャスの国家、急流登りただき目指すか、次にアヒまでワズキャ。乾杯処理の美酒を味わえてのさ。 Baby thank you so much。 何一つ失わず全て手に入れたいと思うことはわがままかいよ。 Baby thank you so much。 誰一人かけず、いい景色を見たいと思うことはわがままか綺麗こと。誰もが描く未来はあったっけ、家家族仲間たち、Yeah、陣取るいつもの定位置、ソファにずっしりプラントを吹かして、どうなるかは自分次第さ。こっから私服街の通り、Yeah、縮こまるいつもの定位置、冬越せずに死んじまうかもな。理屈の先に答えはない、手足で運動ジタバタもがく、犠牲の上に一つのストーリー、光と闇抜けて最後に立ってた。この世界が無価値なんてただのゴミかもしれず、何かを捨てて待って得ることを虚しいと思う。 Baby thank you so much。 ただここにいるためにあげたこの拳は誰かのため、自分のため君のために。が多い字幕付きの映像で目に留まる。浦添市グスクマ58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 グスクマタウンビジョンまで。ジョナサン、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 お宝探しはジョナサン。ジョナサン、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 売るのも買うのもジョナサン。何でも揃いよ、一度はおいでよ、リサイクルショップの激安ジョナサン。高価買取のリサイクルショップジョナサン、 897-8055。 君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、菊味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。はい、和樹くんセレクトで聞いていただきました、はい、ブロンケンの何一つ失わず、はい。さて4週にわたってお送りしている枠紙アシャ特集ですが、早速うん、友達から見た枠紙アシャについてこのメンバーで語りたいなと思いまして、うん、でまずはちょっと15年ほど振り返って、はい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 、まあ、学生の頃の話をそう、ね、うん、話したいなと思います。なんかありますか？いろいろちょっと感慨深くて、うん、まあ、ちょっとさっき流した曲はね、うん、こう、まあ、一つも誰一人欠けることなくいい景色を見たいのはダメかいみたいな、まあ、ちょっとわがままっぽい曲なんだけど、うん、すごいいいねってなって、でも今回ね、うん、ちょっと枠神くんが亡くなってしまってっていうところで、うん、なんかこうその曲聞き返すと、うん、うわーってなるんだけど、うん、まあ、そういうの聞いてたのは結構やっぱり高校時代にずっとよく聞いてて、うん、まあ、
彼とね初めて会ったのは高校1年の時に同じクラスで会って、うんうんうん、まあ第一印象はね結構おしゃれだなっていう、あブレスレットつけてて、うんうん、こっちにつけてて、でベルトもジャマイカの、ね、うん、ジャマイカから、ね、ジャマイカから俺もらったかもしれない今持ってるかも、うん、そんな人いると思ってそうそうそう、まあ、結構真面目な高校だったし、うんうん、でなんか体操着とかも結構腰パンしててそう改造してんだよね、ゴムとかこう仕込んでさ、体操着もおしゃれやんと思ってなんだこいつだと思ってでなんそんな仲良くない時に、うん、なぜか俺がいつも腰パンしてるよねっつって、うん、腰パンマンじゃんっていうクソみたいな、なんかあんまり面白くないそうそうそう、なんか全然仲良くないのになんか急に言ったんだよね、うん、したら、まあ、や彼はすごい優しいから、うん、はははそうだねみたいな感じで、なんかファッションもかっこいいしうんうん、うん、優しいやんと思って、あそうで、もともと俺もヒップホップ好きだったから、うん、で向こうも、まあ、レゲエ、うん、でブラックミュージックが好きだったから、うん、そこでちょっとヒップホップとか、うんうんうん、まあ、そういうのいろいろ聞いて、まあ、さっき流した曲とかね、うん、そうそうそう、そういうのをまあ一緒に聞いてたかなっていう感じかな。やっぱりなんか音楽はね、うん、本当に大好きだからさ、うん、で本当に自分たち僕たち仲間、うん、他の友達とかも含め、うん、なんか音楽でつながってったなみたいなところがあるよね。でアシャ君が全部そういう曲とかもさ、うん、こんないい曲あんだぜって、本当にこのラジオでやってたことと変わんないようなさ、うん、マイナーな曲とかをこう出して紹介してさ、つながっていくみたいな、うん、直人君も中学校かちょっともうちょっと遡るけど中学校高校が一緒なんだよね。そうですね、うん、はい、うん、どんなかな、なんか印象的なエピソードだったり。印象的なエピソードありすぎて、うん、ちょっとこの尺じゃ収まらないから本当だよね、うん、もうなんかまたロックな生き方をするようなやつだったから、うんうんうん、なんていうのか本当にエピソードがさたくさんあって、うん、もうこれ放送しちゃっていいのかなみたいな。そうなんだよね。そうね、うん、そこ考えちゃうけど、うん、冗談じゃなく本当にちょっとそう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 自由奔放に生きた、まあ、いろいろあったよね、うん、まあ、改めてやっぱりこう今いなくなって彼が、うん、その振り返ってみると、うん、やっぱり自分の好きなことをやろうよとか、うん、下手とか上手いとか、うん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 、なんか生活ができるとかそういうことじゃなく、まあやってみようよっていうようなものを、うん、もその常にみんなにも言ってたし、うん、でも押し付けるわけではない、うん、で実際自分が体現してみせるみたいな、うん、でドスベリして、うん、うわーみたいなでも本当にそうやって引っ張ってくれるやつだったから、まあ、いろいろチャレンジもねいっぱいして、うん、結局形にね小説も何本も残して詩もねあるし、そうそうそう、絵とかもいっぱい残してくれて、うん、本当になんかこっち残された方としてはね、うんうん、一生忘れられないね、うん、ことになるなっていう、うん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 、よく残してくれたなっていう感じがするね、うんうん、なんか本当に癖の強いやつだったからこんな人見たことないっていう、そうね、それは本当高一の時からずっと思ってたね、うんうん、かといってなんか変人強人なのかって言われるとまたそうでもないというか、うん、結構その頭もいいし勉強できるし、うん、そうそうそう、そうなんですね、うん、勉強できたからね、そう、そう、いつも高1の時は席が隣同士で、うん、高1校にはね、うん、でずっとこの勉強、まあ、多分大体同じぐらいの時間勉強してて、うん、でせーので見せ合ってたんだけど、うん、点数をね、うんうんうん、大体あいつが2点3点勝ってるわけなんでみたいな、絶対追いつけないな。和樹くんも結構頭いいもんね。いや頭良くないけど、でもどんなに頑張ってもなんかちょっと負けてるみたいな、うん、でもなんか何事においてもなんかそんな感じはあったかなっていう、感じはするかな。なんか塾とかでこう行っても、中学校の時同じ塾だったんだけど、なんかこうやっぱ先生とかがじゃあこの課題終わった人から帰ろうねとかって言って最後の課題出すんだけど、うん、もうそういうのもさ、もう一番最初に終わっちゃってさ、うん、あとはバカな俺ら友達をのんびり待ってくれて、うん、でこう一緒におしゃべりしながら帰ったりするみたいな、うん、本当勉強とかできたんだよ ね、 ね、できたね、うん、なおとは高3の時一緒だったんだっけ。
そうだね、高3の時久しぶりに。そうだよね、あったかな。やっぱ高3の頃の早尾もそんな感じだった。いやそんな感じ、だいぶ変わってたけど。ああそうなんだ、うん、高3からね俺もちょっとずつ、少しそんなに毎日毎日っていう感じではなくなってて、クラスがもう別々になってからね。一時和樹くんもう、すごかったもんね。思春期特有の、まあちょっと髪型とかがやばい時あったからね。年齢から来るやつがね。中国人みたいになってね。中国人みたいだったね。ここのね、ナショナルさん。彼もでも。パンチパーマにしてたからね。そんな高校生いるって感じだよね。来て確かね当日に呼び出されてて、なんだこれは。翌日丸坊主にしてたような感じがするね。まあ結構、まあ、こんなこと言っていいのか分からんけど、まあ、一緒に授業とかちょっと抜けたりとかね、結構してたんだけど、まあ、いつも怒られるのは俺だったんだよ。なんかそういうとこあるんだよね、そう人からまた好かれるんだよ ね、 そうなんだよね。友達たくさんいて、なんか同じことしてるのに俺は怒られて、あいつは大丈夫みたいな、すごいあって、あでもすごい愛嬌ある人だったから、絶対カメラとか向けたらピースしてくれるもんね。屈託のない感じだね。なんかあんまり写真とかさ撮る文化がなかったからさ、昨日なんかもこう写真こうみんなでこう見たりとかして、やっぱりなんか多いんだよね、このニコニコ笑ってピースってやってる、ちょっとうるっときちゃったりなんかしたんだけど、昨日もねちょっと見返してたけど、いい写真ばっかりだったね。まあ、本当太くっていうかさ、短い、あまりにも早すぎる、ちょっと早すぎたよね。想像もしなかったね、30でっていうのは。本当もっともっと遊びたかったし、高校の時は本当毎日一緒いて、高1高2とかはね、もう家に帰らずもうあいつん家にずっと入り浸ってて、プチなんかねそういうちょっとまあお家に帰らないみたいな時期も、ちょっと向こうの両親もさ、優しくてすごく、すごいお世話になってて、その時はもう本当にずっと一緒にいるんだろうなと思ってて、なんかいろいろね、海外旅行したりとか、そういうこといっぱい言ってたけど、まあね、ちょっとなくなっちゃったけど、まあ、叶えられるところはね、残された方で、いろいろ支え合ったりとか、癒し合ったりとか、で彼のその作品とかを、本当は小説も3作出したって最初にお伝えしたんですけど、もっと彼の作品は全部世界観がつながってて、大きいプロジェクトとしてあったから、他にもねまだまだ実は作品には続きがたくさんあって、そういった彼の無念とかもまあ僕らで引き継いでってっていうか、っていう風に自分ら自身もちょっと彼の分頑張って生きていけたらなっていう風に、天国への土産話でさ、そうね、楽しい話をたくさん持ってきたよね。そうね、また、でなんか作品についてはさっきちょろっとお話聞いたんですけど、ラジオドラマ前回、ミッドナイトエクスプレスやってたみたいで、で、まだ実は世に出てないのが2本ほどあるということで、今目下制作中、今後、またね再放送もありつつ、放送してくれるっていうことなんで、本当にありがたいよね、こういう、喜ぶだろうしね、なんか小説の方も、なんかなんかの作品に賞に応募して、その結果もねちょっとまだわからないみたいな感じで、もしかしたら受賞するかもしれないしみたいなね、そうそう、農業文学賞だったかな。そう、なんか俺らが知らない作品をねいっぱい残してくれててね、いいねそれね、2曲目にいきたいと思います。はい、まあ、最後に流す曲も、まあ、ちょっと個人を忍ぶような曲で、まあ、これも、まあ、ちょっと枠上くんと、まあ、一緒にこの曲いいなこの曲いいなってずっと言ってた曲で、まあちょっとねそういう死っていうものって何なんだろうなって、なんか本当に悲しいだけのことなんだろうかみたいな、そういう曲なんで、ぜひ聴いてほしくて、DJ クラッシュさんと、ボス・ザ・MC さんがやってるキャン
まあ、ここまでね、うん、話を聞いてもらった人たちには、はい、まあ、なんとなく枠神くんがどんな人かって分かってもらってたと思うんですけど、うん、まあ、すごく人に愛されてたし、うん、で僕ら自身もねすごく救われた部分があったし、うん、本当に感謝感謝で、うん、って感じなんだけど、その一つだけ言い忘れてたことがあって、うん、亡くなる前に言ってくればよかったなと思って、まあ、俺たちは枠神くんの、うん、事務所をね、うん、田室に、うんうんうん、田室場にしてたじゃない、うん、でもうなくなっちゃったから、うん、そのまま保存しようかみたいな感じで、うんうんうん、まあ、もしかしたらずっと残り続ける、うん、だけど、で彼の事務所にはいろんな、うん、なんか僕らが作った制作物とか、うんうん、そういうのが飾られてて、うん、で俺は習字をね、うん、やってたから、うん、なんかそういうの飾ってもらってるんだけど、一つだけ外してほしかったやつがあって、うん、高校高1の時に書いたのかな、うん、おっぱいって書いてるやつがあって、それだけは外してほしかったなって。いやでも早尾くんの一個はそれを見ておっぱいって言ってる。悪影響悪影響なんじゃないですかね、それは。これだけはずっと残るのかと思って。和樹くんの字だからね、おっぱいって。嘘でしょ、バカ見てたなって。ラジオの締めこれっすか、おっぱいを外してほしい。これだけは言いたくて、それを残して死ぬなよなってね、そこはあったけど、うんうん、はい、という感じで、はい、今回は締めにしましょうかね。そんなもんは誰かさんが勝手に決めたの。